はい、皆さんこんにちは、アクエリアスです。今回は2020年3月20日に発売された集まれ動物の森を開封していきたいと思います。集まれ動物の森を買うのに30分ぐらい並んで買ったぐらい人気でした。お値段は5980円なんですけど、予約してたので5800円で買うことができました。そして予約特典でこちらの、動物の森の収納ボックスというのがついてきました。動物の森のキャラが書いてありますね。それでは開封していきます。パッケージは、表がこういう表紙書いてあります。ね。で、裏が、無人島移住で始まる自由気ままな楽園生活。たぬき開発プロデュース無人島移住パッケージプランへようこそ。現実の世界とは違う自然豊かな無人島での暮らしがあなたを待っています。のんびりするもよし、ワイルドに暮らすもよし、あなたはどんな風に過ごしますか。ゼロから始まる手作りライフ。無人島の豊かな自然を材料に道具も家具も DIY で手作り、お家も島も思い通り、自分だけのおしゃれも春夏秋冬四季折々の暮らし。現実の時間と連動している島で季節や時間の流れを感じながら過ごす365日。みんなで楽しむ島。ローカル通信オンラインプレイ。自分や友達の島に集まって最大8人で一緒に遊べます。1台で多人数プレイ。同じ島の住人同士で最大4人まで遊べます、ということですね。それでは開けていきます。開いた。よいしょ。よし。では中開けていきたいと思います。オープン。開いた。あ、中はソフトラインナップが入ってて、こんな感じの動物の森の住民の絵とか地図とかも書いてありますね。たぬき開発って書いてます。そしてゲームソフトがこちらですね。集まれ動物の森。まあパッケージの最初と同じかな。で、中のやつがこんな感じで、こんな感じの絵が入ってました。ここに動物の森のアイコンと住人とヘリかなとチケットみたいなんと地図かな、地図があります。たぬき開発。次はこの予約特典でもらった収納ボックスを組み立てていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。結構大きいかな、いろんなね動物たちが。あとこの中結構広くて、だいたい任天堂スイッチソフトが15本収納できるそうです。だいたいこのスイッチが、あ、確かに、あ、結構ちょうどいい感じ。スパーってならできますね。よし、収納ボックスこんな感じにできました。じゃあ本編をやっていきたいと思いますので、その様子は動画でまたアップしますので、皆さんよかったら見てください。それではご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。